はい、こんにちは、ミスターマイアミさん。出勤前のメッセージありがとうございます。まあ、YouTube のね、なんか予測検索に上がってきたんで、偶然見れましたけども、確かね、メールは届いてないんですよ。メールが届いてないんで、どうかなと思いますけども、まあね、動画を見ましたんで、返信させていただきます。やっぱり仲間がいるっていうのは、相乗効果を生むかなと思います。自分がやって、誰かがそれを見て、あ、やらなくちゃなと思ってやると。例えば、ミスターマイアミさんも動画をね、毎日アップロードしてくださってますけども、私の動画のアップロードの本数とか見て、あれ、まだまだ少ないなっていうふうに感じると思うんですよ。でも、動画量産しましょうっていう私が、例えばね、1週間動画1個も上げませんでしたったら、多分、モチベーション落ちると思うんですよ。うん、でそういうこともあってですね、私は多くの方に対して結構ね、発信する責任もあるなとは思うんですけども、ただそういうのがなくてもほっといても、私はたった一人でもやってます。もともとね、たった一人でやってますから、たった一人で何の反応もない時からずっとやってきて、自分の動画を自分で見て面白いなと思いながらね、自分の動画を自分で見るのも好きなんですよ。昨日自分のナイトライダーの編集した動画を見たんですけども結構面白いですよね、やっぱりね。で、誰かに対して送ったメッセージ、個人メッセージも限定公開してるんですけども、たまに見るんですよ。で、面白いなと思いますよね。うん、そういった形で自分の発信したものの、自分がファンになるっていうこともね、いるのかなと思います。で、ミスターマヤミさんもいろんな動画を見てるのが、私もね、YouTube のサジェストで上がってくるんで、たまに拝見するんですよ。まあ、こういったたまに見るっていうのが再生数を上げていくというふうに感じるときに、ミスターマイアミさんがいっぱい作った動画によって、何かのきっかけで誰かにその動画を見られたときに、他にどんな動画見てるのかなっていうふうに、横にですね、3本でも4本でも余計に見てもらえると思うんですよ。その積み重ねなんですよね、結局。でもミスターマイアミさんが動画を撮って誰かに見せたときに、その動画しかなかった、もしくは後に数本しかなかったら、それ以上再生されないわけなんですよね。でも今は結構ね、ミスターマイアミさんも結構ありますんで、動画が何十本かありますんで、何百本かなありますんで、100数前後ですかね、ありますんで、知り合った方がミスターマイアミさんのチャンネル登録したりとか、1本の動画を見たら、他の動画を見る可能性ありますよね。だからそれを日々繰り返していくことだと思います。だからそういう風にしていくことを考えると、多分なんかね、共通の趣味とかね、例えば私は今トランザムのナイト2000ってのに乗ってますよね。これは例えばなんですけど、例えばですね、トランザムのナイト2000乗ってますけども、正確には 5700cc ですけども、ミスターマイアミさんがアメリカのね、モーターショーとか、マイアミのモーターショーとか行って、やっぱりね、トランザム1社に絞ってずっとカメラ回したら、私それ見ますからね、やっぱりね。見るし、そのずっと回してるカメラ、30分ものの動画があるとするじゃないですか。それを6分割して5分ごとにやられたら、それ全部見ますからね。そういう風にして、意図的に、あ、多分この人は、こういう動画なら見るだろうなっていう風にしてシリーズを作っていく。これをペルソナって言うんですよ。見る人をあらかじめ想定して、その人が見ざるを得ない状況の動画を作っていくみたいな感じですよね。まあ、そう考えると、なんですかね、その西アークラソンの山根さんね。西アークラソンの山根さんっていうのは、おそらくなんですけども、私が見たくなるような動画を作ったりもするんですよ。で、前回ドイツの方が見たら好きだよみたいなことね、ミスターマイアミさんからアドバイスいただいたら、早速ドイツの人が気に入りそうな動画をね、撮りに行ってるわけですよ。それは完全にペルソナです。これを見る人が誰なのかなって考えて、もうね、ペルソナのギリギリまで行くと、年齢がいくつなのか、で男性なのか女性なのか、どんな趣味を持っていて、家族構成は何なのか、学歴は何なのか、今やってる仕事は何なのかみたいなことをずっと想定して、その架空の人物一人に向けて動画をプレゼントする気持ちで作っていくって形なんですよ。そうするとたまたまその属性に合った人がパンと動画を見たら、あれ、これ俺に向けて作ってんじゃないのみたいな形でファンになるみたいな感じですよね。で、私の速稼塾の動画っていうのも、私いろいろ毎日喋ってますけども、まるで自分のことを言われてるようだよみたいなね、方が次も見ちゃうみたいな、そういう風なね、トリックがちょっと入ってたりするんですよね。まあ、こういったことも YouTube の動画を作る上でのちょっとヒントになると思いますので、今回お話ししてみました。それではですね、今日もご覧いただきましてありがとうございました。逆にですね、個人メッセージを公開でするっていうのも一つの手なんですよ。個人メッセージをね、ミスターマイアミさんがちょっと久保さん聞いてくださいみたいなね、個人メッセージを公開でするんですよ。重大な相談事ですみたいなタイトルをつけてね。そうするとなんかね、他の人がおいおいなんだこれ、公開になってるじゃん、見たろみたいな感じでね、興味本位で見てくれるんですよ。個人間のやり取りでも他の人が乗っかってくるんですよね。で、こういった効果を狙っていくのもいいかなと思います。そうなんですよ、億万長者合宿っていうシリーズがあります。ご存知ですかね。私と吉谷拓郎さんっていう方が個人メッセージのやり取りを800本以上やってて、これ1万本までやろうと思ってるんですよ。まあ1万本超えてもまだやると思いますけどね。で、これを私は個人のやり取りなのに他の人が結構見るんですよね、うん、これもだから想定内でやってるんですよ。本当は個人の限定公開でやればいいものをわざわざ公開にしてやってるというね、そんなこと形でございますね。あ、個人宛てのメッセージとこういう風に喋ってんだみたいなことがね、見えるんじゃないかなと思います。いろいろと申し上げましたけども、参考にしていただければ幸いです。